スカーは6月1日、新型電動 SUV、オーシャン。スカオーシャンの後続が、米国 EPA、環境保護局から、最大360マイル、約580キロメートルと認定される見通しを発表した。米国市場において、20万ドル、約2790万円以下のフル電動 SUV としては、 最長の後続になるという。最大出力 550HP のツインモーター a w d 搭載のエクストリーム。オーシャンはフィスカー初の電動 SUV だ。オーシャンにはマグナが新開発した FM29 と呼ばれるプラットフォームを採用する。この新世代のプラットフォームからは、さらに2車種の新型フィスカーモデルが、 登場する予定だ。オーシャンにはシングルモーターのスポーツやツインモーターのウルトラ・エクストリーム、発売記念限定モデルのワンなどのグレードが設定される。このうち後続三360マイルを達成するのは20インチを履いたエクストリームになるという。シングルモーターのスポーツの場合、 最大出力は 275HP を発生する。0、96km、H 加速は6.9秒だ。ツインモーターで AWD のウルトラは、最大出力が 540HP で0、96km、H 加速は3.9秒だ。同じくツインモーターで AWD のエクストリームは、 最大出力が 550HP となり 096kmH 加速を3.6秒で駆け抜ける内装に廃棄された漁網から作られた再生ナイロンインテリアにはカーペットにリサイクル素材を活用したこのカーペットには廃棄された漁網から作られた再生ナイロンを使用しているまたインテリアの素材には 100%ポリカーボネートポリウレタンと100%強化レ4バッキングを採用した。様々な VOC、ホルムアルデヒドなどの厳しい化学物質排出規制に適合している。また、エコスエードも使用された。T シャツなどのポリエステル繊維、ペットボトル、プラスチックなどをリサイクルした素材も用いられている。 ポリエステルのリサイクルでは従来のガソリンベースのポリエステル製造プロセスと比較してエネルギー消費と大気への CO2 排出を80%削減することができるというエコサステナビリティとして汚染物質の排出とエネルギー消費のレベルはオーシャンの生産サイクル全体を通じて保証されているオーシャンではゴム廃棄物も再利用する フィスカーはタイヤの製造中に発生した排気ゴムを埋め立てせずに利用する。リサイクルすることでエネルギーの量を大幅に節約でき、最終的に温室効果ガスの排出を削減できるという。フィスカーの特許技術カリフォルニアモード設定。オーシャンにはルーフ全長にわたってソーラースカイルーフが採用された。 モーターのパワーをサポートし、電気効率を高めている。テクノロジーの進化に伴い、フィスカーは、より高いエネルギー効率と、より優れたハードウェアソリューションを追求している。また、オーシャンには、カリフォルニアモードを設定する。カリフォルニアモードは SUV としては初めて、ソフトトップを使用せずに、ルーフをフルオープンにできるシステムで、 フィスカーの特許技術という。その内容は、スイッチ一つで、9枚の窓ガラスを下げることが可能になるというものだ。フロントサイドガラスが左右2枚、リアサイドガラスが左右2枚、リアクォーターガラスが左右2枚、リアハッチガラスが1枚、ルーフガラスが2枚の合計9枚の窓ガラスを、スイッチ操作一つで下げることができる。 としている